ボーダフォン、ボーダフォングループは、イギリスに本社を置く、世界最大の多国籍携帯電話事業会社である。2006年6月における、市場価値は1340億ドル。1985年1月創業。ボーダフォンは、現在26カ国に子会社があり、33カ国以上にパートナーネットワークが存在する。社名の由来は、 ボイスデータ F1 に由来する。2012年にケーブルワイヤレスを買収した。2006年3月31日時点で、5大陸26カ国での市場における、ボーダホンの比例顧客数は1億7060万人。比例顧客数とは、100万人の顧客数を持つ企業の株式を、ボーダホンが30%保有する場合、30万人と数えることを意味する。 自らも出資している、チャイナモバイルに次いで、世界第2位の携帯電話会社である。1000万人以上の顧客を持つ国は、イギリス、ドイツ、イタリア、トルコの4市場。グループの拡大に際し、アメリカ、ドイツ、フランスなど世界各地で、携帯電話会社、主に2、3番目に市場に参入した企業が多いを、買収し、そのブランドをボーダフォンへ変更してきた。 日本においては2001年に日本テレコムを買収して j フォンを参加に収め2003年に同社の社名ブランドボーダーフォンに変更したしかし2006年に同社をソフトバンクへ売却してソフトバンクモバイル SBM に変更され現在は業務提携のみの関係となっている2011年には NTT ドコモと提携し12月には SBM が手掛けていた外資系企業の法人契約等が遺憾される。ロンドン証券取引所、ナスダックに上場している。サッカーやモータースポーツなど欧州で高い人気を誇るスポーツに多くスポンサードしている。競馬、会一などのスポンサーでもある。ロゴマークは SIM カードをモチーフにしたものである。ヨーロッパにおけるボーダホンのサービス提供国は以下の通り。 顧客数は2005年12月31日時点。ボーダホンの公式サイトを参照。グローバルフットプリントの2006年3月31日。アジア太平洋地域におけるボーダホンのサービス提供国は以下の通り。中東、アフリカ地域におけるボーダホンのサービス提供国は以下の通り。顧客数は2005年12月31日時点。 アメリカにおける、ボーダフォンのサービス提供国は、以下の通り。アメリカ合衆国では、第1位の携帯キャリアである、ベライゾンワイヤレスの2000年の発足以来 44. 4、44.4%の株式をボーダフォンが保有していた。この合弁事業が発足する以前の1999年6月に、ボーダフォンは、エチュッチコミュニケーションズを合併し、社名を、ボーダフォンエチュッチ PLC。 と変更した。1999年9月には、ボーダフォンへッチ,チは、その米国内事業とベルティランティックとで合弁事業を行うと発表、2000年4月4日に、ベライゾンワイヤレスとしてサービスを開始した。ベライゾンワイヤレスへの出資関係はボーダフォンにとって、配当収入をもたらしたが、歴史的に3つの問題があった。第一に、ベライゾンワイヤレスは、 CDMA を採用しているので、GSM のボーダフォンネットワークとは非互換のため、両者の間での端末の共通化やローミングは技術的に困難であった。次に、ベライゾンワイヤレスは、ボーダフォンブランドを全く使用しなかったので、ボーダフォンの米国における存在は、ほとんどないのに等しかった。そして最後に最も重要なことは、 ボーダフォンは、ベライゾンワイヤレスの少数株主に過ぎないため、ベライゾンワイヤレスの経営方針を制御することが、できず、ベライゾンワイヤレスにおける経営上の使用決定は、常に多数株主である、ベライゾンコミュニケーションズのナスがままであった。これらの理由からか、AT&T ワイヤレスが2004年に売却される、際に、ボーダフォンは応札した。この入札が成功すれば、 ボーダフォンはベライゾンワイヤレスの株式を売却し AT&T ワイヤレスを吸収してその米国事業としていたであろう AT&T ワイヤレスは GSM を使用していたのでこの買収は上記の問題をすべて解決すると考えられた実際にはシングラーワイヤレス SBC コミュニケーションズ現在は AT&T とベルサウスの合弁事業が最終的に ボーダフォンの入札価格より10億ドルの高値をつけて AT&T ワイヤレスを買収してしまったためボーダフォンとベライゾンワイヤレスの奇妙な関係はその後も続くことになった。しかし2013年9月2日にボーダフォンはベライゾンワイヤレスの自社保有分45%の株式を総額1300億ドルでベライゾンコミュニケーションズに売却することで 同社と合意したと発表した。売却代金のうち589億ドルは現金602億ドルはベライゾンコミュニケーションズの株式による支払い。2014年にベライゾンコミュニケーションズはベライゾンワイヤレスの買収を完了し100%個会社とした。2005年11月15日、ボーダホングループはメキシコのアメリカモビルとのグループ間共同協定を 発表した。協定により国際サービスとローミングが行われる。サービスには音声と GPRS ローミングサービス、プリハードローミングとバーチャルホームエンバイローメントが含まれる。協定にはアメリカモビルが保有する13のネットワークが含まれる。発表は2つのグループが国際ローミングサービスを提供するとしか伝えていないが、 後に発表されたボーダホングループのプレスリリースには27のパートナーネットワークを持っており、そのため協定にあるアメリカモビルの13のネットワークはパートナーネットワークと考えられる。2006年3月31日からボーダホンは自社の業績を国際財務報告基準に従って報告している。これは ビフアーズ基準が2004年3月31日と2005年3月31日に修正されたためであり、それらは以下の最初の表に示されている。ボーダフォンはいくつかの少数株式を保有している。特に米国ベライゾンワイヤレスやフランス SFR がそれにあたり、それらは統合売上げに含まれていない。全体の規模びビジネスの成長方向に関する。 追加の情報を提供するために比例収益が示され、これは以下の表にも記載されている。例えば、100億ポンドの収益がある企業の株式45%を保有している場合、ボーダフォンの比例収益は45億ポンドとなる。比例収益は正式な会計基準ではなく、ボーダフォンの比例収益は他の企業の法定収益と比較するべきである。ボーダフォンはまた、 比例顧客数の発表も行っている。例えば、1000万人の顧客を持つ企業の株式30%を保有している場合、ボーダホンの比例顧客数は300万人となる。以下の表は、英国一般会計原則における、ボーダホンの業績である。1999年から2002年にかけて、行われた主要な獲得営業の終わりから、 ボーダフォンは対借対象表において1000億ポンドイの株式カップ召喚がある。UK ギャップではカップ召喚は損益講座と別に記載する必要があるため、ボーダフォンは法令上は巨額の損失を示している。しかし、このカップ召喚の別記載は単に会計調整であり、ボーダフォンの資金情勢や配当金支払い能力には影響しない。損失という報告にもかかわらず、 ボーダホンは実際は非常に有益な企業であり、これはボーダホンがしばしば世界トップ20の企業に位置づけられることに反映されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。